はい、こんにちは、高野です。今回はですね、このファイヤータブレット10インチモデルですね、これを試しに買ってみたので、これがこの iPad、これ第5世代の iPad ですけど、これと比べてどれだけ使えるのかっていうのをですね、ちょっと調べてみようと思います。でこの iPad、7月からですね、Apple 製品軒並み値上げしてまして、iPhone もそうですけど、Mac もですね、値上がりをしてます。で、この iPad に関する値上げの値上げ前と値上げ後の価格はこんな感じですね。まあ、最低でも1万円からで、最高で3万円の値上げ幅になってます。まあ、この iPad でしかできないようなことをやりたい方は、もうこの iPad を買うしかないんですけど、まあ、例えばこの iPad とかを前持ってて、まあ、Kindle とか、D マガジンとかで本を読んだり雑誌読んだりとかですね、それぐらいでしか使ってないとか、あとはもう完全に動画専用機になっちゃったっていう方はですね、まあ、正直 iPad はもう必要ないと思うんですよね。実際これ使ってみて電子書籍をこれで読んだり、YouTube とか Netflix、Amazon プライムで動画を見るだけだったら、もうほぼこれでいいです。間違いなくこれがおすすめです。ブログでもこの比較を紹介しているので、そのリンクは概要欄に載せておくんですけど、まず価格差からいきますね。この Fire HD の 10P、まあ、10プラスですねは、32GB モデルで 18,980 円です。で iPad の方は、64GB モデルで 49,800 円です。で Fire タブレットの方はたまに値引きがあります。タイムセール祭りとかですね、そういった時とか Amazon プライムデーとか、年に何回か、大幅な値引きがある時もあるので、1万8000円以下で買える確率はかなり高いです。でディスプレイはですね、 10.1 インチ、 10.2 インチで、こうやってパッと見してますけど、ほとんどこのディスプレイの解像度は変わらないです。こっちが 224ppi、 こっちが 264ppi なので、多少ですねこっちの方が見やすいかなっていう感じはあるんですけど、この Fire タブレットの方でも十分綺麗です。この背面のカメラに関しては、Fire タブレットの方がここは2メガピクセルです。 iPad の方は8メガピクセルなので、まあ、カメラの機能は全く違います。 iPad の方がかなり優秀です。で全体的な大きさも iPad の方がちょっと大きいぐらいですかね。この iPad 第5世代ですけど、最新の第9世代は横がここから1センチと縦が 0.5 ミリぐらいだったかな、ちょっと大きくなってます。でディスプレイも第5世代の方は 9.7 インチだったかな、で第9世代の方は 10.2 インチになっているので、よりこのベゼルがちっちゃくなっている、細くなっている感じですね。重さは Fire HD10 の方が 468g、 iPad の方が 487g になっています。だからですね、まあ、ほとんど外観的には変わらないんですよね、重さも。で各項目で比較した表がこれになります。まずコスパは間違いなく Fire タブレットの方が上です。で質感に関しては、これはまあ iPad の方が全体的にこの背面とかもアルミだったかな、これはなので質感もすごくいいですし、一方の Fire タブレットの方は背面はこれプラスチックみたいな感じの素材になってます。ちょっと質感はチープな感じはします。でボタンに関してもかなりこう押し心地が全く違って、 iPad の方はかなりこう押しやすいんですよね。で Fire タブレットの方はちょっとなんかこうふにゃふにゃってなる感じで、iPad の方はこうカチカチってなる感じで押せるんですけど、Fire タブレットの方はちょっとあんまり押し心地も良くないです。で画面のサイズに関してはもう互角ですね。解像度もだいたい iPad の方がちょっと上ですけど、ほぼ互角です。スピーカーに関しても iPad の方がちょっとだけ上かなって、音質はいいかなって感じはしますけど、この Fire タブレットも全然悪くないです。パッと聞いてる分ではそんな変わりはないですね。容量に関しては、iPad はもう決められた64と256とか、もっとストレージがあるモデルもありますけど、この一方の Fire タブレットの方は32と64だったかな、一回最初に選べて、ここの右側にですね、マイクロ SD が入れられるんですよ。ここにマイクロ SD カードが入れられるので、1TB までだったかな、入れられるので、
拡張性は、容量の拡張性はこっちの方が上ですね。で、セキュリティ、セキュリティに関してはこの Fire タブレットは、指紋認証とか、顔認証とか、そういう生体認証はありません。全部この電源ボタンを押して、ここで、パスワードを入れて解除するという感じですね。無印 iPad はこの指紋認証ですけど、ちゃんと生体認証があるので、こっちの方がセキュリティの方は上ですね。で、アプリケーション、アプリケーションに関してはこの Fire タブレットの方は、このアプリストア、このアプリストアで全部ダウンロードします。品揃えはそこまで良くないです。 iPad のアプリにあって、Fire タブレットのアプリのストアにないっていうものも、かなりありますんで、アプリは iPad の方が優れたものの方が豊富ですね。で、パフォーマンスに関しては、この Fire タブレットっていう端末は基本的にこの Amazon のコンテンツを楽しむためのものっていう風な位置づけで、位置づけたと僕は思うんですよね。 YouTube のアプリとかもこのアプリストアでダウンロードしたんですけど、基本的にはその Amazon のコンテンツを楽しむものなので、そんなにこうやれることっていうことはですね、多くはないです。で、 iPad はまあパソコン並みにやれることが多いので、まあ、パフォーマンス的にはこっちの方が iPad の方が勝ちですね。で、モバイル利用、 Fire タブレットはセルラーモデルとかないの で SIM カードとかもさせないので Wi-Fi がないと使えません。だから Fire タブレットを外で使いたい場合はスマホの、インターネットをですね、共有して使うっていうことはできますけどね。で、音声アシスタントに関しては両方ともそれぞれ音声アシスタントがあるんですけど、 Fire タブレットはこれ面白いのがですね、ここにショーモードってあるんですよね。これをオンにするとこんな感じで、まあ、横画面限定ですけど、まあ、天気予報とかニュースとか、そういったのをここにこう表示させることができるんですよね。で、 iPad にはこういった Siri を使ったこのスタンバイ画面に表示させておくっていうことができないので、そういった面では、Fire タブレットの方が音声アシスタント優れてるかなって感じはしますね。で、実際に僕がこの Fire タブレット使ってて一番驚いたのがサクサク感なんですよね。この Fire タブレット、実は僕もう何年前かな、 4,5 年前に1回ちっちゃいやつ、8インチぐらいだったかな、7インチか8インチぐらいのちっちゃいやつを買ったことがあったんですけど、その時はもうほとんどなんかこう動きも結構もっさりしてたりとかして、あんまりこう気持ちよく使えなかったんですけど、この Fire タブレット10、これ久しぶりこう買ってみてですね、このスワイプする時のサクサク感がですね、以前より全然違うなっていうのを感じたんですよね。もうほとんど iPad と同じように使えるんですよね。ほら、何の引っかかりとかもないですし、かなりサクサク動くんですよ。で、こういう拡大とかしてもですね、普通に使えますし、うん、こっちとほとんど一緒ぐらい、もう使い勝手はほとんど一緒なんですよ。ね、見え方とかもこっちも解像度十分高いですし、かなり使い勝手いいんですよね。ね、サクサク動くでしょ。もうこれだけで僕満足なんですよ。あと動画視聴するときとかも。自分の動画ですけど、もう普通にこう見れるんですよね。いや、本当これびっくりしたな、本当に。何の違和感もなく使えるんですよね。で、縦置きも横置きもサクサクな切り替えできますし、なんかいろいろ記事見てたらアプリストアで YouTube ないですよみたいなことありますけど、YouTube ちゃんとありますからね。普通に YouTube あるので安心して買ってください。いや、本当いいですよ。Netflix とかも普通にありますし、もうかなり満足度高いんですよね。ただ、まあ実際に使ってみて、当初はですね、サクサク動いてて快適に使ってたんですけど、まあ、やっぱ数日使ってみてですね、ダメなところがまあ4つほど、見えてきたので、それをちょっと説明しておきますと、まず1点目はですね、これ iPad とは違って生体認証がないので、スリープから解除するときには電源ボタンをですね、必ず押す必要があります。ここですね、電源ボタン、こうして、で、こうやってパスワードを入れるっていう感じですね。で、 iPad には指紋認証があるので、ボタンにこう乗せてちょっと押すだけですぐホーム画面が出るんですけど、この Fire タブレットは毎回電源ボタンを押してスリープ解除する必要があります。で、2点目はですね、この背面に
ちょっと皮脂がですねつきやすいことなんですよね。あの iPad と違ってアルミ素材とかじゃなくてプラスチックみたいになっているので、皮脂がちょっと ついてで、なおかつこれが取りにくいんですよね。こういったクリーニングクロスとかでやってもしっかり拭かないと本当取れないんですよ。この iPad とかだったら結構こうそこまで力入れずにこう拭くだけで綺麗になるんですけど、綺麗好きな人はちょっと注意が必要かもしれません。うん、ちょっと綺麗だったかな。ただまあこれプラスチックのおかげもあって結構こう iPad よりも手荒に扱えるっていうのがですね、これ逆にいい面でもあります。で3点目は一番最初のボリュームにした時の大きさがですね、この iPad よりもちょっと大きいんですよ。子供がこれで YouTube とかでこう動画を見てる時にあのむっちゃ音が大きかったんで、音一番ちっちゃくしてって言ってもかなり音がうるさく聞こえてたので、このスピーカー部分ここにあのパーマセルテープ、シュアテープとかで穴を塞いで音量をちょっと調整して使うようにしてました。で4点目に関してはさっきスペックのとこでもお話ししましたけど、このカメラですね、このカメラの画質があんまり良くないです。 Fire タブレットの方ですね、こっちが2メガピクセルでこっちが8メガピクセルなので、あの正直この Fire タブレットで写真を撮ろうという気は全くしないです。実際に1ヶ月ぐらい使って、気がついたダメなところは、今のところこの4点だけですね。あで最後もう1個ダメなところ、もう1個ありました。ダメなところは全部で5点ですね。充電するときはここにケーブルを差し込んでするんですけど、 iPad の場合はこの中心にあるので、こういったタブレットのスタンドを使ってこう立てかけたときもこのケーブルが干渉しないんですよね。で一方のこの Fire タブレットの方はここ真ん中じゃなくてちょっと左側にこの USB-C の端子があるんですよね。でここに挿します。でこういったスタンドで充電するときに真ん中に乗せようとするとここにちょうどかかっちゃうんで、ちょっとずらしてしなくちゃいけないんですよね。でここのちょうど隠れたところに音量の上げ下げボタンがあるんですよ。ちょっとこう押すときにこうボリュームがですねちょっと変わったりするんですよね。なのでまあ下に置くんじゃなくてこうやって上にケーブルの方を置いて充電するんだったらまあいいかなって感じはしますけど、ちょっと使いにくさはありますね。ケーブルの取り回しとかもありますし、見た目的にもちょっとここに上があるのがあんまり良くはないので、大体のタブレットのスタンドって、真ん中がこういう風に空いてるので、やっぱりこの真ん中に端子があるのが望ましいかなって感じはしました。で最近使っているこの充電器、これユーグリーンのやつなんですけど、これがですね、むっちゃコンパクトなんですよ。見てください、ほら。手のひらにすっぽり入る大きさで、窒化ガリウムなのでこんなにこう本体がコンパクトなんですけど、でトータル 65W の出力にも対応しています。で端子は USB-C が2つと USB-A が1個ですね。こんなにちっちゃくて端子がこれ3つもあって、で 65W、 あんまりこういったコンパクトさっていうのはなかなかないと思うので、最近もこれでばっかり充電してます。もう基本的にこの本を読むか、動画を見るか、この2つの使い方でしかこれ使ってないんですけど、もうそれだけのためだったら、この Fire タブレット、この10インチのモデルですけど、これかなりおすすめです。まあ、使い方を限定するならもう本当は Fire タブレットで十分な時代が来たなっていう感じはしてます。あとはまあ小さなお子さんとかが、まあ、タブレット欲しいとか、まあ、動画を見るためだけとかにそのタブレットを買う場合はもう iPad は本当高くなっちゃうんで、そういった方にも、Fire タブレットはかなりいいモデルかなっていうふうに思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれぐらいで終わります。バイバイ。